一方、県内では寒波への備えも進んでいました。佐賀市のカー用品店では1週間ほど前からスタッドレスタイヤに交換する人が多くなったといいます。仕事の車のちょっとタイヤのチェーンを見に行きました。どんな感じになるかちょっとまだ分かんないですけど、ちょっと怖いんで。またタイヤ用のチェーンやフロントガラスの開氷材を購入する客の姿も。金属チェーンっていうイメージがあるとは思うんですけど、プラスチック製のチェーン、こちらの方が耐久性も高いですし、あと取り付けも簡単なので、そちらのチェーンをおすすめはしています。チェーンも開氷材も前年と比べ 110% の売れ行きだということです。やっぱり急ブレーキとか、あと急アクセルっていうのが滑りやすいので、やっぱりアクセルとかハンドル操作の方をゆっくりとしてあげると滑りにくくはなるのかなと思いますね。オートバックス相模南バイパス店はタイヤ用のチェーン購入後は事前につける練習をすることを勧めていました。また神崎市のホームセンターではストーブに使う灯油を買い求める客が多く訪れていました。多いですね。やっぱここ 2,3 日は特に、列ができるぐらい結構買いに来られますね、水道管の凍結を防ぐ保温カバーは緩衝材やタオルなどでも代用できるということです。